はい、こんにちは。 JBS 武蔵野豊田です。今回の動画はですね、チームの中でヒットメーカーになりたい、だけどなかなか結果が出ない、そういった人に、ぜひお届けしたい動画になります。突然ですが、あなたはなぜヒットがなかなか打てないかお分かりでしょうか。ヒットが打てない選手の共通点というのは、同じようなポイントでつまずいている選手が多いなと、見ていて思います。今回はですね、特にこういった要素を抑えられていなくて打てていないといった大きな3つのポイントをお伝えしていきたいと思います。まず1つ目はステップをした時のグリップの高さです。この高さが適正な位置にない選手はバットの軌道がめちゃくちゃになりやすく、また思った通りにバットが動いていないことも多いので、最も大きな要因の1つと言えます。2つ目は体との連動です。バットの動きと体の体幹の回線の動きですね、この動きとバットの動きが連動していないと、バットというのはこのように波打ってしまったり、思ってる軌道と全然違うような軌道でバットを振られることがとても多いです。そして3つ目は手首を返してしまうということですね。こねるという表現をしたりしますが、こういったバッティングエラー動作でヒットが打てないというような選手はとても多いです。それではまず1つ目からいきたいと思います。1つ目はグリップの位置です。構えはですね、肩の下に構える選手や、初めからこのように肩より高い位置に構える選手など様々です。ただしこの姿勢からテイクバックを取り、足をステップして、よし、ここからバットを振りに行くぞという、まあ、このいわゆるトップと言われる時ですね、このグリップエンドがおおよそ肩の高さにこのように来ているというのが一番理想的なグリップの高さと言えます。これはなぜかというと、バットというのはこのように体軸に対しておおよそ90度のラインで動いていくのが一番効率的なバットの動きができると。ここからバットを振り出すには、必ず低い位置にあってもこの高さに来ればおおよそここが90度のラインですね、これが作れてきます。なので構えた時はどの高さにあっても、ステップをした時にグリップエンドが肩の高さに、高い位置にあったとしてもステップした時にグリップエンドが肩の高さに、この位置に来るとこの後のミスが非常に減ります。ただしなかなかヒットが打てない選手というのは、構えた時にたとえ肩の高さにあったとしても、ステップした時にそこよりも下がってしまったり、また過度に上に上がりすぎたりしてしまう。そうするとバットの芯に当てることが難しくなります。結果的にヒットにできる確率っていうのも大幅に下がってしまいます。今回に限っては1回1回動きを止めてもらっていいので、構えてテイクバック、ステップ、ステップした時に例えば鏡などでしっかりと肩の高さにグリップがあるかどうかをチェックしてみましょう。注意点として、お腹側から取るとグリップの位置がこのように少し高く見えることはあります。これはなぜかというと、体というのは少しこのように逆方向への回線が入ります。そうするとこの肩のラインというのは少し上方向に上がるようなラインで見えるので、グリップの位置が少しこのように高くですね、見えることもありますが、実際はこれは肩の高さにグリップがあるので見るときには注意が必要です。まあ、ざっと分かりやすいのは、グリップエンドが耳よりも高いラインにこのように来てしまうと、これはグリップが高すぎるというふうに言えますので、ここは一つ注意してください。そして2つ目ですね、これは体幹とバットの連動になります。前の手とバットがしっかりとこのように連動して動いてくるというのが一つ重要な要素です。この時にポイントになってくるのが、ポイント1で話した体と前の手は常に90度で動くというのがありましたが、これはですね、体幹と前の手がしっかりと連動してくることによって、ここの90度が崩れずにバットがこのように前まで運ばれてきます。まず練習としては、バットを肩にこのように乗せてしまいます。そしてこのようにバウンドをさせるような感じを作って、自分の好きなタイミングでこのようにステップをしていく。まあ、別にバウンドさせなくても、肩に乗せたところから少しだけですね、ボール1個分ぐらいになりますが、このようにバットを上げていくと、グリップエンドがポイント1で押さえた肩のラインに来やすいと。そしてここのラインにバットが来れば、あとはここからドッとバットを前に出していくだけなんですが、ここの胸の部分がしっかりとこう動いてくるか、ここが一つポイントになってきます。前の足のかかとが完全に着地した時にグリップが一緒にこのように前に行ってしまう選手、こういった選手は体とバットの連動性が非常に悪い、
選手が多いです。前足のかかとがこうついた時に後ろの腰は投手方向に対してまっすぐこう動いていきますが、このように体幹が動いてきた時にバットが後ろに残った状態でこのように動くのが望ましいです。そういう状態を作っていくためには構えた時に前肩ですね、この肩がしっかりと顎の下にグッと入る状態を構えた時に作ってしまいましょう。腰のラインからこうひねるのではなくて肩のラインがグッとここの部分が少しこう引っ張られるような形を作ります。でそうするとこのように顎の下に前肩がきますんで、こういった状態を構えの時に作ってしまいます。そうするとこの後スイングに移りに行った時にしっかりと大きい筋肉から動きやすい状態が作れます。注意点はですね、肩だけがこうグッと顎の下に入るようにセッティングをしてあげる、これを気をつけて2つ目のポイントを押さえていきましょう。3つ目のポイントは手首をこうこねないようにするということなんですが、手首が早いタイミングでこのように返ってしまう理由というのは胴体の大きい部分ですね、ここが回旋を起こさないために起きる現象になります。骨盤と言われるここの向きが早いタイミングでピラッと回って、この上に乗ってる胴体がそれと同じタイミングでぐるっとこのように回ってくるためにこういう状態になっているだけだということです。そうすると早く投手方向に開いてもう体はこれで回り切ってしまっているんで、ここから手の力でバットを出していくしかありません。そうなると手首が早く返ったりとか、あとはバットヘッドがこう残ってしまうとこのように当たって詰まるということや、逆にこれを嫌がってですね、体を前に向けないようにしようとして手の力だけでバットをこのように前に出しに行こうとするとこねるといった現象が起きてきます。つまり対策としてやっていくことはしっかりと回旋が起きるように練習をしてあげるというのが重要なことです。まずやっていく練習としてポイント1、ポイント2を押さえたらですね、この後は通常通りスイングしますが、このように後ろの手を離してしまいます。そうするとしっかりと体幹と前手が連動して手首が無駄にこねるという動作がなくなってきます。ただしこれもやり方がありまして、ただ手を離してですね、このように右手と左手をこう大きく離してしまうと胸が回るというよりは腕だけがこう動くような形になってしまうので、離した後にこのように右手と左手は大きく離れずにこのぐらいの距離感で最後まで離していきます。そうすると後ろ肩がこのように顎の下まで入ってきますので、このぐらいまでいくとしっかりと胸が動くようになってきます。それでは一番初めのポイント1、ポイント2、ポイント3を押さえながらやると、まずはバットを肩の高さにグリップエンドを構えて、そして前の肩を顎の下に入れていく、そして振り終わった後に後ろの手を離す。こういった形になります。まず優先順位としてやっていくのはポイント1から押さえていくと比較的分かりやすくていいかなと思います。この3つが押さえられればヒットを打てる確率というのはガッと上がるケースが多いので、ぜひですね、この動画を参考にチームでヒットメーカーを目指してですね、やってもらいたいと思います。それでは今回の動画は以上となります。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いします。その他 SNS も行っておりますので概要欄より見てみてください。ありがとうございました。